コフグ、なんでこんな名前かって、体が箱に入っているみたいでしょ。だからハコフグ、英語でもボックスフィッシュって言うんだ。この幾何学模様の骨盤は鱗が変化したものなんだ。皮膚の粘膜にはパフトキシンっていう毒があるよ。うっかり水槽に入れちゃうと、その毒で他の魚が死んじゃうこともある。ところでハコフグは泳ぎが苦手。硬い骨盤に覆われているから、他の魚みたいに体を振って泳げないんだ。尾びれの筋肉も弱いしね。でも毒を持っているから、他の魚に狙われることはあまりないよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。